今度の私のこの本は、私が10歳頃、朝鮮戦争で体験したものを、その国連軍の性暴行、それに基づいて展開したものであります。まあ、それはただ戦争の悲惨さとか、その兵士の性暴行とか、そういうものを、今それを問題にしようとしたわけではありません。戦争の悲惨さを思い出すことではなく、それに基づいて、我々人類が、場合によっては動物化していく、その危険さ、そういうものを深く考察してみたものであります。本のタイトルだけ見て、じゃなくて、本当に中を読んで、読者からご批判をお待ちしております。